はい、ということでどうもヒューガです。今回もドラゴンクエスト10続きからプレイしていきましょう。で、今回はね、今イベントでやってるプリズナン、っていうのをやっていこうかなと思います。なんか第3回らしいね、過去のやつやってないけど、なんかね、でもう個人的に遊んじゃったんだよね、プリズナンで。結構面白かったので、ちょっと今回それ動画にしていこうかなと思います。で今回の格好ね。ミシュアでいきます。やばくないこれ。いや、これさ、男でも着れるんだよね。男でも着れるんだよ、このミシュアの服。これやばいよね。あ、こういう感じいいな。あ、この感じいいな。ちょっと待って、これでいいよ。ちょっと待って、目閉じかけたところ。違うな。よし、オッケー、いけた。前中プリズランは、うずき姉さんが師匠のケイドローから教わった狩りの収穫をに、祝う伝統儀式をアレンジしたように遊びにゃ。うずき姉さんが僕を道端で見つけたあの日、一目散に逃げる僕を見て思いついたらしいにゃ。そんなわけで、うずき姉さんに捕まったあの日から、僕はうずき姉さんの相棒になったんにゃ。この足の鉄球はうずき姉さんとの絆の証にゃ。ちょっぴり動きづらくなったってなんてことはないや。そういうタイプなのかなこいつな。前中プリズランを伝道するためにうずき姉さんに一生ついていくのにゃってことらしいね。でうずき、ふふ来たわね。あなたも前中プリズランに参加したくてうずうずしてるよね。ってことらで、でこのプリズランってのがネズミと猫になって、追いかけっこだね。まあ簡単に言うとトムとジェリーなんだけど、トムとジェリーみたいな感じで遊べるんだよ。ってことだ。まあいいや、とりあえず遊びながらやっていこう。よし、さあ早速やっていくか。オッケー。あ、じゃあネズミ側だ。で、ネズミが逃げる側だね。で、猫が追う側なんだけど、まず、ネズミ側が、ちょっと時間ね、15秒ぐらいかな。最初時間もらって最初に逃げとくんでね。10秒数えてから追っかけてきて的な、ああいうやつね。でまず最初に逃げておくと。でね、最初にこれやった時にさ、思ったんだよ、こっちに逃げたら最強なんだなって。でこれ逃げ切ったら勝ちね。逃げ切ったら勝ち。3分間逃げ切ったら勝ちです。でたまにさ、こういう風に置いてんだよね、この手のやつマーク。これやると、猫側のアイテムなんだけど、猫側のアイテムを1個消せると。で、猫側ね、最大3回タッチできるんだよ。タッチに制限があって。で、今のアイテムはそのタッチの制限を、解消する。ちょっと回復させるアイテムなんだよね。まあ、プラス、ちょっと待って、追っかけ、来てる、来てやがる。ちょっと待って、逃げろ。よし、よし、いける。よし、来た。よし、アイテム。よし、ボックス壊した。ちょっと待って。来てね、これ。来てね。来てない。どこから来てる。やべ。ちょっと待って。追いかけてきてない。来てる。まずい。ギャー、ダメだった。くそ。捕まっちまった。やばい、これ3人捕まってない。やばい。あと2人だ。あ、ダメだった。そう、捕まると懐かしのね、あ、ちょっと待って、なんか何これ、あ、よいしょ、扱える。よし、これでちょっとでも助けるぞ。 OK で、まあとりあえず仲間がみんな逃げ切ればこれ勝ちになるんだよね。でも俺たちはもうこっちのね、漁師のね、漁師でね、この蝶々のところからもう動けなくなるという感じなんでね。で、仲間がどう動いてるのか分かんない、これ。追跡者見えないんだよな。あ、見えた。もう誰かがやったんだ。で、これ逃げてる時にね、今、鍵のマークあるじゃん。あの鍵を回収して、で、あそこに鍵のマークあるじゃん。プリズンロックってやつ。あそこにね、捧げると、5個捧げると、今捕まってるメンバーがみんな解放されるね。で、また逃げて回れると。いうやつなんだ。まあ、ただ逃げるだけでも勝てる。で、
逃げながらこういうなプリズンロックあれを解放したりするとプラスアルファでポイントもらえるんで、うん、ただそれやってるとちょっと捕まえに来るやつがいたりするから、そうドラクエテアルだね、暴れ出すあナイスナイス、解放してくれた、やったー、あー空飛んでる、空飛んでるよ、空飛んでる、あちょっと待って、いるじゃん、あそこにいるじゃん、あいるいるいる、ちょよいしょ、消して姿消せ、オッケーオッケー、いいよ、であっちに行くように見せかけといて、オッケーオッケー、よしバレてない、よっしゃ、そう姿を消すっていうこのアビリティもあんね、よしいいよいいよ、おっしゃ、オッケー、ありがとう、解放してくれて、うん、でこうするとも勝ちだね、ただ俺何も貢献してない、ただ逃げてただけなのね、やったー勝利した、うん、で6個一番多く、うわすげえ一人で破壊してたんだ、うん、でまあこういう風にね実績度みたいな貢献度みたいので最後にもらえるポイントが増えたりするんだよね、うん、今回あんまりもらえなかったな、ちょっともう一回行こう、ネズミはさ割と逃げるの楽なんだけど猫側ねめっちゃ難しい、俺やってんだけどさ、あまた、ね、ネズミだ、猫むずいんだよね捕まえんの、なんか捕まえんのむずいんだよね、なんかたまたま巡り合ったらさ捕まえられるんだけど結構範囲広いんだよ、だからここの範囲、うん、でまたうんここからねまた左側に逃げてくんだけどさ、あれだな、ちょっと俺姿を消すやつ忘れてたな、うん、で最初ここにいた方がねなんか捕まりにくい気がするんだよね、うん、で最初はあそこに、あアイテムないないない、ああっちの方か、うん、でここら辺がね一番ね隠れスポット的には一番いいとこだと思うね、うん、でじゃあ今度はもうちょいいい感じに逃げられるといいな、ああーちょ待って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 、いや俺最初の一人じゃねえか捕まったの、うわやっちまったよ俺、あー解放お願いしますあれもう逃げること優先してんな、あと10秒だもん、ああまあいいやありがとう、うんありがてえよ、あちょっと待って、あとあーでも今言ったよ、今大丈夫捕まない、あと1秒だよ、お大丈夫かな、おギリギリ OK、 よっしゃ俺何もやってねえな俺何もやってねえわ、ダメだった、 OK よっしゃ逃げれた何も貢献してない、みんな一人ずつ捕まえたんだね向こうの人は、うんやべえなー、ちょっと全然貢献できてない、次こそは貢献しよう、てか逃げ切ろう、逃げ切るのは目標でいこう、あ俺猫側じゃん、猫側来たぜ、で猫になるとねなんかエルフになるんだよねうん謎にエルフになる、でこれねほら今始まってさこれ逃げる姿見えるんだよね、ネズミが逃げる姿、うんでちょっとここから逃げてどこら辺に逃げたのかなっていうのをこう見ながら、あそこで今姿消した、っていうかあ範囲の限界か、表示限界だ、うんでちょっと左側攻めていこうかな、俺は左側こっち側から行こうか、うんで俺さ猫はあんまね得意じゃないんだよね、ああそこに手があるの、うんあれ取っちゃおう、よいしょ、よしこれで取るのよ、増やして、でこっち側多分いるんだよな、ちょっと目を凝らそう、目を凝らしてみよう、これ端っことかにさいたりすんだよ、いない、ダメか姿消してたりとかしないか、あいるいるぞ、シュッ、あどっか行っちゃな、ちょっと待って、えいる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 、ここだ、ほらよ、よし捕まえた、よっしゃよっしゃやったぜ、一人捕まえちまったぜこれよ猫さんよ、まだまだ、ちょっと待って、どっかいる、そこにいる、見える、見当たんねえな、いるっぽいな、いるっぽいんだけど見えねえな、ちょっと待てよ、ちょっと目を凝らす、待てよ待てよ、よし OK、 これでわかる、どこにいる、あれちょっと待って、あれいなくね、あ、わかるか、あーいる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 、全然いる、
待て、鍵消そう、この鍵、鍵消しとこう。よいしょ。え、待って、今いた？嘘だ、嘘言え。今いなかったじゃん、ここ。嘘。あれ、いた？ちょ、待ってよ。あと何体だ？ちょ、待って。いや、俺、ほんとね、猫が得意じゃないんだよね、全然。あ、使った。ん？あ、向こう側か。やべ。なんか俺がさ猫の時はさなんか逃走者うまくてなんか逃走者の時はなんか猫うまいんだよ。あれ合ってるな。あ、わかる、場所わかる。よし、いるな、あそこの端っこにいるぞ。いや、いた。待て、わかった。ちょ待って、あいつは捕まえられる。どこ行った、待って、うまい。あ、よし、いた。よし、捕まえた。よし、いいよ。俺2人捕まえたもん。俺だいぶ貢献したよ。え、待ってよ。で、これね、全員捕まえないと俺たち勝ったことになんないんだよね。待って、いない。ちょ、あー、やべ、ダメか。これダメだった。どこにいた？あー、ちくしょう。猫が難しいんだよな。まあとりあえず2人は捕まえたよ。よっしゃ、俺の名前が出ちまったぜ。うん、まあ勝ったのと同じぐらいのポイントもらったな。よし、オッケー。次行こう。トムとジェリー仲良く喧嘩しな。おーっと、最後ネズミだ。さあ、ネズミで最後逃げ切って俺は終わるぜ。行くぜ。あ、俺がリーダーじゃなかった。よし、さあ、たまには、あ、でもいいや。いや、たまにはって言って、いつもと違うことを変えるとね、絶対俺は負けるから、ちょっとこっち側に逃げよう。よし、いつも通りでいく。いつも通りの俺で。さあ、来るよ。OK。さあ、手があるね。手は減らしとこう。さあ、先に減らしといて、OK。で、ちょっと待ってよ。こっち側に来るよ。で、来るから一旦端っこ側に、ここら辺にで、動きが見えるっちゃ見えるから、あれ、来てる、向こう行った、来てる、向こう行って、あれ、いる、あれ、あ、いる、あ、どっか行った、あ、いる、あそこにいるよね。いた。うわし、気づかれなかった。オッケー。え、追跡者の現在地分かる。お、いいじゃん。あ、鍵あるんだよな。ちょっと待って、鍵あんのにあいつあそこにいると全然取れねえじゃん。あ、消してやがるし。ちくしょう。今動けねえな。でも1個残してんのは怖い。1個残して。ねえ。嫌だね、ああいうのね。あ、あそこ、今いたな、上にいたな。で、あれやる、ちょっと姿消して取るの。OK、いいよいいよ、あれ取っちゃおう。あれ取って、解放しよう。鍵一個壊そう、これで。うわ、取れんかった。うわ、ちょ待って、誰か見られてない？ちょ、こっち。あ、待って、ある。あった。よし、一個取った。で、追跡者上にいるな。よし、姿消して、よし、いいよ、よし、ギリギリだった。危ねえ。おお、セーフ。オープンのコットー、もうちょいバレるとこだった。よし、いいよ。さあ、今のうちに鍵1個解除しちゃおう。で、俺の、よし、貢献度1個。 OK、 あ、やべえ、ちょっと近くにいる。待って、ほい、逃げろ。よし、オッケー。よし、遠く離れたよ。あ、だから残り2人じゃね。キャー、来てる。逃げて。よし、来た。逃げて。待て。
ありがとう。やばい、今のうまい、今のうますぎる。来て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 、あと14、13、12、なんか逃走中やってる気分になる。10、9、8、7、やばい、現在地バレた。待て、終わりじゃね、来た、よっしゃー。逃げ切ったぜ、最後の最後に逃げ切ったぞ俺は。いけたよっしゃ。で、ロック一番多く剥がして、なんでか分かんないけど、2回解除したことになったけど、やったぜ。最後の最後に勝った。やったー。勝てたー。最後、うまかった。うますぎた、俺は。あ、こういうのか。なんかセクシーな踊りやってるけど。陽気なダンスを披露する巷で人気の呪い系の呪い系ドールってやだな。金のわら太郎ね。これもあるね。持ち主に幸運を運ぶと言われるありがたい呪い系ドール。呪い系がやだな。で、もう2つ、ダイヤウルフ、鋭い牙で100機を倒したという伝説の、白狼を模した錬金人形。その忠誠心で主人に寄り添う。で、こっちも同じだね。戦いで傷ついた親友の戦士を背負い、千里の道を駆け抜けた友情熱い、狼を模した錬金人形。やっぱこの子好きだな。やっぱ可愛い。可愛い可愛い。って感じで、今回ここまでにしましょう。そう。で、まあ、とりあえず、外伝系っていうか、まあ、お遊び系はここまでにして、次回からメインストーリーね、バージョン3の動画を配信します。で、バージョン3のね、自分はね、大体6月ぐらいに遊んでた動画になるから、まあ、その頃のね、感じで喋ってるから、もう、温かく見守ってください。はい、ってことで、じゃあ、今回はプリズラン遊んできました。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。ありがとうございました。